直進します、止まってください、直進します、パトカー直進しますので、その後止まってください。どんな事件があっても現場に真っ先に駆けつける警察の機動捜査隊、通称機捜隊です。その役割は容疑者の捜索から現場の聞き取りまで、初動捜査と呼ばれるこの動きが事件解決の要とされています。利府町にある県警の機動センター、午前8時半前の日に対応した事案について引き継ぎが行われていました。これは夫婦喧嘩で妻が包丁を、打ち出したという現場でしたが、実際臨場し確認したところ、多様化する犯罪に対応するように様々なセクションに分けられる警察組織、その中で機捜隊は殺人事件を扱う捜査一課などの刑事部門だけでなく、幅広い部署を横断するポジションを取っています。日課となる懲戒では隊長からその日のテーマが告げられます。12月は師走と呼ばれるように目まぐるしい月とされています。飲酒の機会も増え、喧嘩や飲酒が絡む重大な事故、性犯罪が発生しやすく、また外国事件や事故が増える年末、自然と緊張感も高まります。機捜隊が業務に使うのは覆面パトカー、そして私服で行動することで街に溶け込みながら捜査を進めます。機捜隊捜査第二係の菅野隆一警部、幅広い事案を扱う機捜隊は刑事経験を積んでから着任することが多く、タッグを組む佐藤巡査長も刑事部門から配属された一人です。準備が終わるとそれぞれパトロールに向かいます。機捜隊において何より重要なのは事件現場に最初に臨場すること。県内どこでも駆けつけられるように常に無線を聞きながら車を走らせます。耳に入ってきたのは70代の男が若い男性を殴ったとの110番通報。現場となったガソリンスタンドに着くと関係者からそれぞれ事情を聞き、トラブルの全体像を把握。今回は幸い関係者に大きな怪我はありませんでした。ガソリンスタンドの給油に入る列のこう巡ってのトラブルというか、最近やっぱり結構多いんですけども、ね、佐藤刑事は被害者から怪我の確認をしつつ話を事情を聞くようと、私の方は被疑者についてその所持品の検査ですとか事情を聞くよう聞くようにしてみたいと思います。息つく間もなく再び車を走らせる2人。パトロール開始もあります。止まってください。パトロール開始もあります。止まっていてください。多分その辺行くかもしれない。緑色のメタイプウエスタを着用。シルバーの警戒者に乗車。店内で棒を振り回し、棚を壊した男が逃げたという通報。あ、踏んでるね。帽子かぶってるんですか。フードかな。見たかな。通報からおよそ40分。今日だ。見つけたか。どうぞ。現在、この先だ。迷彩柄のフードを着けたか。これ着て、路上をふらついて歩いている。いいね、別の警察官が逃走したとみられる男を発見。菅野警部補も現場に急ぎます。お名前だけでもいいんで教えてもらっていいですか。具合悪い？具合悪いわけじゃないの？大丈夫？お酒飲んでる？お酒で酔っ払っちゃった？
路上に座り込んでいたのは迷彩服姿の30代の男。菅野警部補が職務質問をしますが、何も答えようとしません。止まろう、兄さん。信号赤だよ。赤だめだ。赤信号だ。赤信号。赤信号だめ。赤信号だめ。赤信号だめだから。パワーになってます。だから。赤だから。ダメだって、交通ルールは守ってよ。ね、そうしないとこう触っちゃうことになるんですよ。意味わかんねえから。いや。赤信号。赤信号。なんだよ。赤信号しょ。落ち着いて。目撃情報などから警察は、この男を緊急逮捕。買い物をした後、店の陳列棚を壊したとされる器物損壊容疑です。ページェントがきらめく森の都の12月、そんな夜も機捜隊は車を走らせパトロールを続けます。機捜隊の勤務は朝8時から翌日の朝まで、3交代24時間体制のローテーションです。空いた時間に休憩を取れますが、事件が起きれば食事の時間がない時も。この日は20分ほど席に着くことができました。24時間耐えられるような食事をして、途中で腹減ったとか力減ってないとかじゃ話にならない。ではいただきます。食事中であっても絶えず流れてくる無線に耳を澄ませます。いつ呼ばれるかなと思うと、なかなかゆっくり食べれないのかもしれないですね。再びパトロールに出る2人。19番南小泉から。深夜、日付も変わった頃、女性が刃物を持って暴れていると通報が入りました。近くにいた2人は真っ先に現場に到着。万が一に備え、刃物から身を守るベストを着て通報があった家の中に向かいます。こんばんは。引き込みの結果、関係者に怪我はなく、刃物を振り回した事実も確認できませんでした。後から到着したこのエリアを担当する警察官に引き継ぎ、再びパトロールに向かいます。現場に被疑者がその発生した瞬間にいるってことは間違いないので、やっぱりいち早く行って、検挙するっていうのが一番かなと思います。犯人を逮捕したからといって事件がなくなるわけではもちろんないんですけども、一秒でも早くその被害者の方の不安を除きたいなというふうに思っていますので、現場に装備第一臨場して被疑者を検挙するっていうところでは、やっぱり私たちに課せられている任務は大きいのかなというふうに思っています。誰もが安心して生活できる毎日、機捜隊は今日もパトロールを続けます。